こんにちは。ちょっと眠いですね。眠いですね。もう今朝の5時21分です。眠いです。昨夜は熱帯夜でしたね。暑くてなかなか寝つけなくって。あ、そうなの。かわいそう。エアコンを入れすぎちゃうと風邪ひいちゃうし、困ったなって思っていたんですけど。どうせ寝られないのなら編みぐるみを作ろうって思ったんです。かわいいな。最初はちょっとだけのつもりだったんですけど、始めたらやめられなくなってしまって。わかるわかる、その気持ち。僕も1時くらいに寝られないからちょっとだけやろうと思った編集作業が、気づいたら朝の7時くらいになってやっと終わるみたいなね。寝られない。ペンギンさんとシロクマさんとゾウさんを作ったら、気がついたら朝でした。すげえな。ペンギンさんとシロクマさんとゾウさん3体作って朝。すげえな。早えな。編みぐるみを作り始めるとつい熱中しちゃうんですよね。でもとっても可愛い子たちができたんですよ。自慢の子たちが増えました。うん、可愛い。あ、そろそろ行かないと。はい、これから部活なんです。じゃあさようなら先輩。さようなら。可愛いな、なえちゃんは。おう、こんにちはですね。こんにちは。おやおや、元気ない顔に見えます。どうかしたのですか？いや、特に。なるほど。確かに毎日暑くて大変ですよね。日本の夏、とっても暑いです。特に日差しの強さには驚いてしまいますよ。フランスではこんなに日差しが強い季節はありませんね。あ、そうなんだ。フランス一回行ってみたいけどな。ピザ食べたい。なら、涼しいフランスに行きたい？確かに、フランスより日本の夏は暑くて大変です。でも、それ以上に楽しいことはたくさんあります。海の家で焼きそばを食べたり、着物を着てお祭りに行ったり。海なんて行ってねえな。下手したら10年単位で行ってない可能性があるな。お祭りは多分最低でも5年は行ってない。日本の夏でなければ体験できないこと、いっぱいいっぱいあります。その楽しさを考えれば、暑さなんて吹き飛んでしまいますよ。お祭りね、お祭り、まあ行きたいよ。行きたいよ。本当は行きたい。お祭りほど一人で行けないところってないじゃないですか。でも僕は友達がいないんですよ。悲しいんですよ。あなたもせっかく日本に生まれたのですから、また日本の夏を楽しみましょう。耳が痛いな。そうしないと、もったいないですよ。あ、痛い痛い、耳が痛いよ。やめてくれよ。7月23日。さあ、耳が痛くなったところでやっていきましょう。あかねさんだ。じゃああかねさん行くか。たまには、ふみおさんとかやるか。暑いよね。暑いね。暑さで溶けちゃいそうだよ。溶けたあかねちゃんは僕が責任を持って持って帰りますわ。冷蔵庫かなんかで冷やすわ。溶けちゃいそうといえば、こんな日はアイスとか食べたいよね。またか。あ、声をかけたってことは何か用事なの？もう用事がなくたってあかねさんには話しかけますよ。私に聞きたいことがあるの？何何？え、というかさ、前回から思ってたけど、この選択肢のさ、一番上がこの目の部分ちょうど覆い隠すのやめてくんないかな、これ。すごい、なんつーの、卑猥な感じがするんだよ。まあそれは置いておいて、どうしようかな。あかねさん漫画好きなのかな。まあテレビ番組に してみるか。テレビ番組か。そういえば最近テレビでのスポーツ実況番組が少なくなった気がするよね。野球は相変わらずあるけどね。実況の勉強になったのにちょっと残念かな。あ、でも確かに昔はもうちょっとプロレスとかやってた気するな。僕はね、ラケットスポーツが好きなんで、テニスとかバドミントンとか
そこら辺はやってたの見ますけどね。やっぱあのラケットスポーツって結構マイナーだから地上波でやってくれないんだよね。最近やっと BS が見れるようになったんで、 BS で、あのテニスはね BS で見れるんで、それだけちょっと楽しいです。え？最近だとネットで配信されてるの？オリンピックもなんか五輪 .jp とかっていうところで放送されてたりして、でも結構知らないんだよね、あれやってるってこと。あれ結構面白いですよ。地上波だとね、フジテレビあたりのあのスポーツ番組ってすごいなんかバラエティ色強くするっていうか、なんかごっちゃごちゃ画面のレイアウトやるじゃないですか。あれがね気に食わないんだよ。でジャニーズとかを起用するんだよね。あれあんま好きじゃないな。そうなんだ。それなら今度からはネット配信を確認しないと。ほんと便利になったよね。普段は見ることができないスポーツも見られるみたいだしね。そうそう、ほんとテレビもそうだけどラジオとかもね、もうどこにいても全部の放送を見れるっていうのはあれもうすごいよ。ほんとはもう僕みたいなど田舎育ちの人だとね、あれほんと子供の時にやってほしかったなっていう気持ちが強いですね。そうだ、よかったら今度一緒にネット配信見てみようよ。よーほほ、これはデートですかな。夏休みに話せてよかった。ああ、まったく。じゃあ、そろそろ行くね。またね。またね。かわいいな。ココミンって、アカネさんの時に割り込んできただけだよね。多分ね。あ、あら、こんなところで奇遇ね。デートかな？え？私たち？私とココミちゃんは、これから一緒にメロンパンを買いに行くの。まあ、あれだよな。ココミン、これ絶対、なんで山本来るんだよ。せっかく笹原先輩とイチャイチャしてたのにとか、そういうこと思ってんだろうな。まあそれを僕は前回思ったんですよ。今日近所にメロンパンの専門店が開店したらしいんです。メロンパンの専門店、はあ。広告で見つけたんですけど、ぜひ行ってみたいと思いまして。途中で笹原先輩にお会いして一緒に行くことになりました。嬉しそう。メロンパンの専門店って少し珍しいでしょ。だから私も興味があって。まあ、珍しいよな、メロンパンの専門店。広告に書いてあったんですけど、そのお店のメロンパンは菓子パンではなくスイーツパンだということです。菓子パンとスイーツパンって何が違うの？ちょっと誰か教えて。菓子パンとスイーツパンの違いですか？あ、教えてくれんのか。私も詳しくはわからないのですが、菓子パンは普通のパンにお菓子のような甘い味付けをしたもので、うんうんうん、スイーツパンは食感にこだわったパン生地にスイーツのような鮮やかな味わいを合わせ持ったパン。はあ、食感にこだわってるかどうかってこと？といったところでしょうか。全然わかんねえな。今日行くお店には30種類以上のメロンスイーツパンがあるみたいなんです。メロンパンって普通のメロンパンと、チョコチップメロンパンと、あの紅茶メロンパンコンビニスイーツだなこれくらいしか知らないな。何あと、メロンの皮、メロンパンの皮だっけ。全然知らねえな。それも先着100名のお客さんにメロンパンを無料で配ってくれるらしいの。オープン記念か。そう言われると行ってみたくなるでしょ。そうっすね。今無料という言葉で目が輝きましたね。私たちと一緒に行ってみますか。あ、いいんすか、お邪魔しちゃって。メロンパンは嫌い忙しいから行かない。忙しいから行かないはまあまあまあいいよ。メロンパンは嫌いはダメでしょ。はい、ぜひご一緒しましょう。甘くて丸いメロンスイーツパン、今からとっても楽しみです。ココミ、ほんとメロンパン好きだな。カロリーが少し気になりますけど、今日だけは特別ということで。まあまあそんな気にしなくても。ココミちゃん、早く行かないとサービスのメロンパン終わっちゃうかも。あ、そうですね、少し急ぎましょう。浮きもに小エビも泳いでる。アメンボ赤いなアイウェオ、浮きもに小エビも泳いでる。福
式呼吸とかがね、大事なんですよ。まあ、もう、これ、やってるときは、腹式呼吸とか、一切関係してませんけどね。もうちょっとちゃんと喋るべきだな。今日からちゃんと喋りたいと思います。ハキハキします。ハキハキしてなかったら、コメントで怒ってください。お願いします。柿の木、栗の木。あれ？何してるのって。発声練習を、ちょっとね。外でやるのか。今日実況を頼まれてるんだ。町内会の人がやってる運動会なんだけど。おう。あ、そうそう、毎年西欧のグラウンドを借りてやってるやつ。地域の活性化を目的としてるんだって。規模は小さいけどちゃんとしたイベントだよ。あ、でもあるよね、そういう町の運動会みたいなの。まあ僕は一回も行ったことないけど。その実況を任されちゃうなんてびっくりしちゃった。いやー、さすがですね。なんでも実行委員の人の息子さんがうちの高校に通ってるんだって。へえ。それで学校の運動会で実況してる私を見て、ぜひお願いしたいってなったらしくて。もうちょっとその男はけしからんな。確かに嬉しいけど、でも責任重大だよ。昨日の夜から緊張しちゃって。だからこうして発声練習してたの。大きな声を出すと緊張も取れるからね。え？私の実況姿を見に来たい？見たいっす。ううん、部外者はダメとかはないと思うよ。参加は誰でも自由だって聞いたし、私も君がいてくれたら心強いかも。知ってる人がいたら安心だし。じゃあ一緒に行こうか。行こう、手をつないで行こう。ふう、かわいいぜ。お待たせ。お待たせ。一人で待たせちゃってごめんね。実行委員の人に挨拶してきたよ。君の見学も大丈夫だって。ただお兄さんを連れてくるとは思わなかった、なんて言われちゃったよ。知らない人から見ると私たち兄弟に見えるみたい。何そんな山本くん老けてんの。ちょっとびっくりしちゃった。なんでそんな風に見えたんだろうね。山本くん老けてんじゃないの。お、来た来た。変な紹介の仕方をしたんじゃないの。ダメだね。適当に言っただけダメだね。これだな。おお、なるほど。何これ何これ何これ。あの人には仲良し兄弟に見えたんだ。何これ何これ何これ。ちょっと何なんすかこれは。君みたいなお兄ちゃんがいたら私はいろいろと頼っちゃいそうかも。え、これ何これ。これこの真ん中のハートがとこの外のハートに重なるくらいまで膨れ上がったらエッチなことができるっていう解釈でいいのかな。もうすぐ始まる時間だ。準備しないと。さあ始まりました、真夏のご町内大運動会。本日実況を務めさせていただきます、西欧学園放送委員会の桜井あかねと申します。未熟者ですが、今日一日この運動会を精一杯盛り上げさせていただきます。皆さんもこの真夏の日差しに負けないくらい熱く熱く盛り上がっていきましょう。イエーイ。さあそれではまず町内会長さんのご挨拶からです。出だしは順調かな。うわ、緊張した。そんな風には見えなかった。確かにマイクを持ったらいつもの調子は出たけどね。でもやっぱり緊張してたみたい。その証拠に今喉カラカラだもん。水。あ、ありがとう。はぁ、生き返る。あれ、自然な流れで飲んじゃったけど、これひょっとして君のお水？いや、もう全然いいっすよ、全然いいっすよ。もうどんどん飲んでください。あー、ごめん、直接口つけて飲んじゃった。いや、もう全然。もっとベロベロしていいっすよ。気にしなくていいって。でも、え、それより競技が始まる？あ、ほんとだ。最初の競技は以上、ご町内おばさまシスターズによる見事なチアリーディングでした。おばさまシスターズってなんだよ。皆様盛大な拍手を。パチ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 。さ
楽しい応援合戦も終わり、続いての競技が午前の部最後の競技になります。 100m 走決勝。これは熱いバトルが繰り広げられそうですね。注目の選手はやはり魚屋の武田さんとクリーニング屋の沢井さんでしょう。町内会一の俊足、武田さんが今年も連覇を達成するのでしょうか。それとも沢井さんが今年こそ悲願の優勝を成し遂げるのか。さあ、選手がスタート位置につきました。今年の勝者は一体誰なのでしょうか。まずは沢井さんが飛び出しました。ロケットスタート成功です。すぐさま武田さんも追いすがります。他の走者はもう置き去りです。これは接戦、勝つのはどちらでしょうか。今ゴール、勝ったのは沢井さんです。悲願達成、沢井さんおめでとう。今年お子さんが生まれた沢井さん、かっこいい父親の姿を息子に見せることができました。おお、さすが沢井さん、夜もやることやってんね。あと敗れた武田さんが握手を求めに行きます。なんと感動的なシーンなのでしょうか。もう感動的だ。真夏の運動会前半の終了です。まだ前半なのか。ここからはお昼休みになります。皆さんしばしご休憩、水分補給もお忘れなく。いい勝負だったね。実況にも熱が入っちゃったよ。ああ、沢井さんのお子さんのこと。うん、事前にそういう情報は全部仕入れてあるよ。さすがっすね。競技に出場する皆さんとお話ししたんだ。家族のことやどういう性格の人なのかを聞いておいたの。そういう情報があった方が面白い実況ができるから。えらいな。暇だったのじゃねえよ。これダメでしょ。何もそこまでしなくて。これダメだな。これだな。ありがとう。やっぱりやるからにはいい実況がしたいからね。せやな。私の実況でみんなが楽しんでいい思い出の一つになってくれたら嬉しいなって。えらいな。たとえ町内会の小さな運動会でも、そこには絶対にドラマがあるんだよね。そのドラマを伝えるのが実況の役目だと思うの。私はそういう実況がやりたいんだ。ん、誰かが私を呼んでる。ああ、本当だ、実行委員の人だね。何の用かな。ちょっと行ってくるね。困っちゃったな。あ、ちょっといい？実行委員のおじさんが言うには、私の実況がすごく評判がいいんだって。おう、よかったじゃないですか。うん、それは嬉しいんだけどね。ただ頼み事をされちゃったの。私を見たいっていうリクエストが多いらしくて、午後の競技に一つ出てくれないかって。いや、でもそれはあかんな。それで出ることによって、おじさまたちから熱烈な愛のラブコールを受けると。それはよろしくない。絶対に盛り上がるからって言ってくれてね。それなら私は出たいんだけど、ただ女の子が出られる競技はもう二人三脚しか残ってないんだって。もうそれはもうワイとやるしかないでしょ。だから一緒に走るペアの相手を探さないといけないんだ。いや、ここにお兄ちゃんがいるじゃないですか。それでなんだけどね、二人三脚のペア、君にお願いしちゃってもいい？もう全然全然全然、もうむしろウェルカム、ウェルカム、ウェルカム。わかった、走るよ。本当にありがとう。じゃあ午後の競技ではよろしくね。よろしくお願いします。よし、頑張ろう。頑張るぞ。どうせなら勝ちたいもんね。その方が絶対盛り上がると思うし。始まるね。じゃあスタート位置について。お、一枚絵だ。よし、行くよ。いやー、いいっすね。バッチリおっぱいを見ると。待って、ちょっと早いよ。もっと二人で呼吸を合わせよう。私たちならきっとできるから。初めての共同作業ですね。せーの、1、2、1、2。
1、2、1、2。よしよし、呼吸が合ってきたね。このまま、このまま。やった、トップを抜いた。このままゴールすれば。ああ。ああ。何やってんだよ、コウジ。え？みんな、なんで笑ってるの？あ、ごめん。抱き合ってるみたいになっちゃってるよ。早く歌と、早く。このまま、抱きついたまま、ゴロ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 回ってゴールと。笑いと感動、両方取れると。恥ずかしい。あら、かわいい。いろいろあったけど、楽しかったね。楽しかった。もう楽しかった。あの二人三脚が面白かったって、最後は二人で特別賞までもらっちゃって。町内会で使える商品券だって。君は何に使う？そうだな。まあここは、ゆずこちゃんのお家のお蕎麦を食べて、で、ゆずこちゃんとお近づきになると。お蕎麦も食べれて、ゆずこちゃんとも出会える、一石二鳥。私は使わず取っておこうかな。君と一緒に走った真夏の運動会の思い出としてね。ごめんなさい、ごめんなさい。もうゆずこちゃんなんて僕はもう知りません。すいません、すいません。お蕎麦は自腹で行きます。なんだこいつ、かわいいな。思い出のガール。このコーナーでは視聴者の思い出カードを募集。カードに関する思い出エピソードを紹介していきます。採用された方にはこちらのガールフレンド缶バッジからランダムに1個贈呈させていただきます。2回目ですね。前回はこちらのキラキラ光る三好直ちゃんを紹介させていただきました。今回は一体どんなガールが飛び出してくるんでしょうか。ということで今回のを読み上げていきたいと思います。ラジオネームケチャさんの思い出のガール。僕の思い出のガールは明るい献身佐伯まりかです。始めたばかりの時にキュピチケで手に入って即一目惚れしました。その後メモリーを聞いて発狂。今となっては伏線罰に入るかどうかって感じですが、とても大切な一枚です。ということで今回の思い出ガールはこちらですね。佐伯まりかちゃん、伊藤かなえ。これは工場か、工場かなですね。これは始めたばかりの時にキュピチケということで工場ですね。はい、ということで佐伯まりかちゃん、まりかちゃんはね、僕あんま持ってないんですよね、そもそも。ということであんまりよくわかってないキャラなんですけど、伊藤かなえさんの声ということで、あの僕結構伊藤かなえさんの声好きなのでかなりですね、いいキャラだと思ってます。あのココミンとあとエミちゃん、そこの絡みがね、可愛いなと思います。保健委員ということで、あの正岡先輩とかとも絡みがもうちょっと出てくると面白いかなと思います。メモリーを聞いて発狂ってあるんですけど、実を言うと僕ですね、メモリーって聞いたことないんですよね。溜まってるんだけど聞いたことないんだよねっていうことで、ちょっとこれを聞いてメモリーの存在を思い出したので、なんか誰か、聞こうかなと思います。まあ茜さんかなって思ったんですけど、茜さん確か YouTube かなんかにあったんで、ないやつを聞こうかな、どうしようかなっていうことで、まあ、そんな感じで最後の最後に別の女の話をする、そういうコーナーです。ということでこのマリカちゃんも後でここら辺に貼っておきたいと思います。あと自由記入欄のところですね、ガルフレ CM の Google 翻訳の動画で丸神さんを知ってって書いてあるんですけど懐かしいなあったな、そんな動画。あれやってた時なんてね、ガールフレンドを始めるとか思いませんでしたね。いや、まあ、わかんないもんだね、人生ね。ということで最後に缶バッジを開けていきたいと思います。この方は希望してるので、あかねさんが出ないといいですね出ないといいですね。ひどいな。
すごいな。じゃあ開けていきまーす。いやー、そろそろ出るんじゃないかな。てててててててん。おし、おしって言っちゃって、おしって。ココミン。じゃね、うん。こうグラサンしてるとね、わかんないんだよね。はい、ココミンでした。よかった。ということで、ひでえな、ひでえな、なんだこれは。はい、ということで、ココミンと、この中に入ってるキュピチケセットで、僕のくっそ汚い年賀状と一緒に、送りつけたいと思いますので、多分年明けてからになっちゃうと思うんですが、楽しみに待っててください。なんかくっついちゃった。お便りまだまだ募集中です。ここ、てか説明文見てください。お願いします。ということで、本編戻ります。ここで、好感度確認をしておこう。なるほどね。はいはい。あかねさんしか育ってねえな。あ、おはよう。おはようございます。今日は特に予定がないからお散歩してたんだけど、外はやっぱり暑いね。これだけ暑いと外に出たくなくなっちゃうけど、でもそれは体に良くないからね。うん。え、君もそうなの？違いますね。違うね。暑いって言いながら歩くのも楽しいよね。せやな。あ、君はタオルとお水はちゃんと持ってる？リアルの山本浩二くんはちゃんとタオルとお水持ち歩いてます。冬でも持ち歩いてます。今もね、持ち歩いてます。タオルはほら、突然雨降ってきた時とか役立ちますし、お水はなんやかんや飲むからね。ダメだよ、お水はこまめに飲まないと。熱中症で倒れちゃったら大変だよ。うん、こっちの世界の山本くんは持ってなかったようです。ちっちゃいペットボトルでもいいから、カバンに入れておいた方がいいよ。うん。あ、引き止めちゃってごめんね。あ、もう全然全然全然、もういっそのことこのまま今日一日デートしましょう。それじゃあまたね。お互いいい夏休みを。びっくりした、君か。そう、君です。ああ、ほら、夏休みの学校って人が少ないでしょ。なのに知ってる顔に会ったからびっくりしちゃって。私は放送委員の会議でさっき終わったところ。山本くんは参加しなくていいのかな。ともちゃんと遊びに行くつもりだったんだけど、今日は用があったみたいで。ああ。私は特に用事もないし、なんとなく学校の中をフラフラしてたんだ。なんだか不思議だよね、夏休みの学校って。いつもはいっぱい人がいて、あんなに騒がしいのに誰もいないんだもの。あの放課後とかね、誰もいない感じで吹奏楽部の音だけしてるみたいなね。よく知ってるはずの場所なのに全然違う場所にいるみたいな。なあ。でもこの感じ嫌いじゃないな。ワイもアカネさんのこと嫌いじゃない。てかむしろ好き。大好き。結婚しよう。お、来た来た来た。その気持ち、わかるな。騒がしい方が好きだけどね。ドキュンか。いつもの学校とそんなに違うかな。わかりますよ。本当？同じ風に感じてくれる人がいるのは嬉しいな。この誰もいない学校の空気が、なんだか冒険してるみたいな気分になるんだよね。あー、まあそれはわかるわ。でもなんだか本当に変な感じがするな。誰もいない学校で君と二人きりなんて。なんや、可愛いなこいつな。お、セミ兄貴、オッスオッス。どこか座ろっか。それでもうちょっとおしゃべりを。あー、ごめん、電話みたい。あれ、ともちゃんからだ。もしもし、どうしたの？おー、そうだったんだ。うん、わかった。じゃあ、これからそっちに行くよ。うん、また後で。ごめんごめん。ともちゃんね、別の人を勘違いしてたらしいんだ。今日は予定なかったんだって。なんてこった。だから、今から遊ぼうって誘われちゃった。それは僕もついてっていいパターンですかね。そういうわけだから、私行くね。あ、ダメか。それじゃあ、またね。じゃあね。クソ、ともちゃんめ。やってくれるな。うん、おはよう。毎日暑いわね。
そういえばなんですけど、これ、追加のストーリーで、はるかちゃん先輩があるらしいんですけど、今回はるかちゃん先輩は、ダウンロードをしてません。なので、はるかちゃんは出てこないんじゃないかな、と思います。はるかちゃんについては、またこれがクリアし終わった後っていうことで。まあ、とりあえずこのルートはね、デフォルトの状態でやっていきたいと思います。この暑い中、何をしてるのかって今日は特に用はないのよね。だから、ふらふらお散歩って感じ？学校の中お散歩するやつ多いな。それなのにカメラを持ってるのって？そんなの当然じゃない。シャッターチャンスってどこに転がってるかわからないんだから。うん。いい写真になりそうな瞬間があったのに、手元にカメラがなかったなんて最悪よ。あ、それはわかる。ということでね、カメラっていうかデジカメ欲しいんだけどね、一眼はほら、重たいから結局部屋の隅っこに置いてあるだけだし、ちっちゃくてそこそこ画質の良くて動画も撮れるようなデジカメが欲しいんですけどね、お金がないんです。そうならないように、常にカメラを持ち歩いてるの。いつでも撮影できるように準備万端なのよ、うん、どこに素敵な出会いがあるかわからないし。あっ、ふみおちゃん発見。今あそこの角を曲がってったわ。よく気づいたね。私の女の子センサーは超高性能よ。見逃すわけないじゃない。じゃあ私はふみおちゃんを取りに行こうっと。またね。エレナさんは楽しいな。エレナさんは楽しいキャラしてんな、ほんと。お、このイベントはバイノーラル音声？1、2、3、4。ほらほら、ハヤトくんもちゃんと声出して。恥ずかしがってちゃダメだよ。ハヤトくんって誰だ？はーい。大きく腕を回して。あれれ？なんでここに？あ、そっか。前に公園で体操してるって言ったもんね。それでわざわざ来てくれたんだ。ああ、そういうことか。でも、来るならもうちょっと早くだったね。ほら、もう最後の深呼吸だもん。ラジオ体操って皆さんの地域だと何時くらいからでしたかね。僕が子供の時は朝6時くらいからだったと思うんですけど、まあなんでそんな早い時間にやるのかって話ですよね。まあ僕は昔も、まあ今もそうですけど、朝がくっそ弱いんで、もう地獄でしたね、あれは。大きく吸って、吐いて。はい、今日の朝の体操は終了。あかねお姉ちゃん。うん、また明日ね。あ、今のは近所の男の子、毎朝来てるから知り合いになっちゃった。いいな、ラジオ体操行ったらさ、こんな可愛いお姉ちゃんがいたら、俺が子供の時だってもうちょっとまともに行ったよ。この後？あ、ごめんね、私今日は予定があるの。あら。実はイベントの司会と実況を頼まれちゃってて。もう仕事じゃん、それ。模型屋さんが主催してるロボットバトルってイベントなんだけどね。うん、ロボットだよ。手作りのロボットを戦わせて優勝を決めるんだって。へぇ。面白そうだよね。もしよかったら、君も見に来る？あ、行きます行きます。ぜひ出場してみたい。何、山本くんロボットの趣味あんの？ロボットって言ってもおもちゃでしょ？これはダメだよ、ダメ。ロボットって言ってもおもちゃでしょとか、こういうやつはね、ほんとダメ。気が合わない。桜井さんの実況を聞きに行きたい。かな。本当に？嬉しいな、それ。ありがとね。いえいえ。これはより一層気合を入れなきゃだね。君の前で恥ずかしい姿は見せられないもの。じゃあ、一緒に行こうか。よし、行くぞ。うん。そんなに遠くじゃないよ。時間はまだあるから、お散歩しながら行こうか。せやな。お散歩、お散歩。ん？そっか。君は旅行に行ったりしないんだ。旅行、行きたかった、今年。
今年の夏行きたかった。もう本当に行きたかったけど、今年の夏はね、前回なんか何もなかったみたいなこと言ったけどね、実は今年の夏は結構あったんだよ、いろいろ結構あって忙しくて行けなかったんだよね。旅行行きたかったな。旅行行きたかった。私も遠出はしないかな。今年は例の番組作りがあるし。なあ、お、猫ちゃん。今、にゃーって言った？そうだよね。君がいきなりそんなのを言うわけないよね。言わないよ。確かに猫の声が聞こえたんだけど。猫猫。あそこだよ。ほらほら、木の上に登ってる。あれ、赤ちゃん猫だよね。なんであんなところにいるんだろう。って、はぁ、大きな野良犬。あの木の周りをぐるぐる回ってるよ。やだなぁ。もうこの猫と野良犬っていうのは僕も経験あるんですよ。すごい昔の実況の時も言ったと思うんですけど、僕昔猫を飼ってたんですね。で、その猫が今みたいになんか声を上げて走って家の中に入ろうとしてきたから、どうしたんだろうって思ってドアを開けたんだよね。そしたら目の前に大きなドーベルマンがいたっていうことがありまして、それがね、本当にトラウマなんですよ。その時の僕って確か4歳5歳くらいで、で身長も僕ちっちゃかったので、その時にね、ドアを開けたらいたのが、目の前にいたのが1メートルを超える巨大なドーベルマンですよ。まあそれはトラウマになるよね。ということで、犬は好きじゃなくなっちゃいましたね。てかもう好きじゃないというか、むしろ嫌いに近いくらいの感じで。あの犬に追いかけられて木に登っちゃったのかな。でもあれじゃ降りられないよね。かわいそうだ、助けてあげないと。あ、震えてるよ。ねえ、あの猫助けてあげられないかな。助けるしかない。僕は猫大好きっ子なんで。よし、どうすっか。警察を呼んでくるのがリアルだと多分一番いいとは思うんだけど、でもそれ間に合わないと思うんだよな。犬の注意をこっちに向けよう。でも茜さんいんのに犬の注意こっちに向けていいのかな。こっちに向けるか。それいいアイデアだね。いやでも茜さんはちょっと危ないんで、ちょっと離れててください。犬がこっちに気を取られれば、その隙にあの猫は逃げられるもんね。あ、この石はどう？これを投げてあの犬の気をそらさせるの。結構アグレッシブやな。よし、じゃあ行くよ。それはい。よし、犬があっち向いたよ。この隙に猫が逃げてくれれば。あー、やっぱり。あ、こっちにも気づいた。うー、すごく怒ってる。あ、こっち睨んでるよ。あー、怖い、怖いな。あー、こっち来たよ、逃げなきゃ。ダメだダメだ。この路地の奥に？でもこんな狭い場所に二人なんて。いや入れる入れる入れる。うわー、来た。わかった、隠れよう。でもこれ実際どうなの？これ犬が追いかけてきてその時に隠れるって聞くのかな。だって犬って嗅覚強いでしょ。逃げた方がいいんじゃないかな。あ、でも逃げても追いかけてくるか。急に全力疾走したから。うん、大丈夫。だいぶ落ち着いてきたから。はあ、それで、どうかな？あの怖い犬、まだ近くにいる？え？確認してくるって平気なの？もうちょっと隠れてた方がいいよ。うん、わかった。君がそう言うなら。気をつけてよ。噛まれちゃったら大変だからね。ほんと大変だからな。狂犬病とかね。怖い怖い。どう？まだそこら辺にいる？あー、いるじゃないか。まだ近くにいたんだ。こっちこっち、もっと奥に行こう。見つかっちゃうから。
奥に行くとどんどん狭くなるね。あ、ストップ、これ以上奥には行けないよ。あ、ごめん。その君がすごく近くにいたから。うほほ。分かってるよ。狭いから仕方ないんだけど。でもそのほほほほほ。ちょっと近すぎる気が。しょうがねえな、これはな。だって路地が狭いんだもん。ごめんね。くっついちゃって。びっくりして、その。ああ、もうしょうがねえな。もっと近づくしかないな、これは。ああ、路地の前にいる。音、出さないようにしなきゃ。これ、さっきから心臓がすごいドキドキいってて。かわいいな。なんでって、それはほら、怖い犬に追われてるし、さっき全力疾走もしたし、それにその、あ、ほんとだ、もう鳴き声聞こえないね。どっか行っちゃったのかな。はぁ、よかった。すっごいドキドキしちゃったよ。いやぁ、たまりませんな。はい、猫ちゃん、もうあの怖い犬はいないからね。安心してお家に帰りなさい。あら、かわいい。そう、あかねさんってアニメでもそうだったし、ブルーレイのパッケージもそうだったんだけど、あかねさんと猫っていう組み合わせって結構多いんだよね。で、僕は猫派なので、さっきも言った通り、やっぱあかねさんは可愛いなってそう思うわけですよ。意味わかんないね。たまりませんな。あ、私たちにありがとうって言ってるよ。可愛いね。可愛いな。あかねさんも可愛い。あ、猫かわいい。猫飼いたいな。まさか野良犬に追いかけられるなんてね。大冒険しちゃった気分だよ。お、何か忘れてる気が。な、イベント。え、実況？そうだ、ロボットバトルの実況だよ。そうだそうだ。あ、もう時間ギリギリだ。急いで行かなくちゃ。よかった。なんとか間に合った。いや、よかったよかった。ずいぶん遅かったじゃないか。おや、君も一緒かい？おう、ライムちゃん。あ、ねじかわさん。あ、そっか、ねじかわさんもロボットバトルに参加するんだよね。ああ、なるほど、確かにそりゃそうだ。うん、今日のために R3PI 君に少々バトル用の改造を施してきたからね。悪いが優勝はもらったようなものだよ。では1回戦があるからまた後で。すごい自信だね。確かにねじかわさんのロボットは優勝候補だけど。あ、もうイベント開始の時間だ。じゃあ行ってくるから、私の実況姿ちゃんと見ててね。よし、見てるぞ。ロボット愛好家の皆様、ついにこの日がやってまいりました。最強の称号を勝ち取る一体は果たしてどのロボットになるのでしょうか。技術と魂のぶつかり合い、仁義なき最強決定戦ロボットバトル、ここに開幕いたします。イエーイ。いやー、白熱の準決勝でしたね。まさに手に汗握る戦いでした。それでは次はいよいよ決勝戦となります。改めて両選手を紹介いたしましょう。まずは主催者の意地にかけても負けられない、模型屋田村さんの手作りロボット、燃えるハートに鋼の拳、ロボ玉13号くんです。くっそダセーな。そして圧倒的な力で決勝まで勝ち進みました、ねじかわライムさんの手作りロボット、受け継がれる天才の遺伝子、 R3PI くんです。 R3PI くん頑張れ。さあ、いよいよ決勝戦、
泣いても笑ってもこの一戦で全てが決まります。ロボットバトル決勝戦ファイト。おっと、ロボ玉13号くん、序盤からいきなりのラッシュだ。今のあのゴング音で思い出したんですけど、僕の机にはですねこういうものがあります。これをですね疲れた時とかに押すと非常に、ストレス発散になります。でも緊張迷惑になります。今度からあまりにも興奮しすぎた時はこれを押したいと思います。パンチパンチパンチ、得意の連打で R3PI 君をリング際まで追い詰める。このまま落とせばロボ玉13号君の勝利だぞ。決まるか、決まってしまうのか。ネジカワさんがコントローラーのボタンを押したぞ。これは一体爆破スイッチか。飛んだ、なんと R3PI 君がジェット噴射で飛び上がった。むちゃくちゃやな。そして空中から電撃攻撃だ。 R3PI 君の必殺技が飛び出した。どうなってんだよ、電撃攻撃はありかよ。それダメでしょ。君に駆け寄る田村さん、かわいそう。ロボ玉強い強い強い、圧倒的な強さで R3PI 君が優勝を決めました。おめでとう。どうだ、 R3PI 君の性能を思い知ったか。強すぎだったね、ネジカワさんのロボット。まあさすがに電撃はダメだと思うけどな。あの模型屋さん、第2回でリベンジしてやるって、その時はまた実況してくれって頼まれちゃった。次もあったらいいな。いいイベントだったよね、会場も盛り上がってたし。せやね。え、私の実況が良かったかな。うん、そうだよ。ありがとう、そう言ってくれるとすっごい嬉しいよ。やっぱり実況はいいね。みんなが一つになるお手伝いができるんだもん。私、やっぱりこれが好きだな。この楽しさをもっとみんなに伝えたい。うん、そうだね。学園祭の番組がそんな作品になればいいよね。うん。まだ何にも決まってないけど、頑張ろうって改めて気合い入っちゃったな。お、私こっちだから。じゃあ、また。今日は付き合ってくれてありがとね。いえいえ。7月28日、まだ7月、先は長いね。